名字ってどういうあれなんだろうな。陰陽師ってすごい文化だよね。こんな魔法みたいなことできたんかな。伝道師や屈辱も退治したという伝説が残っている。一書などには記されていないが、実は女性であった。断言しちゃったよ。ええか、彼女の業績をもとに弟がもう一人の頼光として表舞台で政治的手腕を発揮し、両者の活躍がともに源頼光の伝承として京に伝わっている。この人も一応仁王なんですね。よっしゃ、よし、もしかしてワンピース。割と美人だわ。そして胸があるわ。割と際どいわ。割と際どい格好してるわ、この人。美人だし。で、強いんだ。すごいね。この人も、女の人だよ。ロモツ、イカズチの神。ロモツ、イカズチの神って呼ぶんだ。エンド。なんか、昨日、顔みたいなのが、スーツ。ああ、でもなんか、死体っぽいね。骨が透けて見えてる。透けてっていうか、肉が、肉が落ちて骨が見えてる。でも割と好きだよ。割と好きだよ、こういう人外。めちゃくちゃ好きだよ。割とっていうかめちゃくちゃ好きだよ。そう、よくない？よくない？普通に。スタイルいいし。わあ。これはちょっと気持ち悪いね。気持ち悪いというか、女の人には見えんな。鬼女、恐ろしい顔をした鬼女。